では進めていきましょうか。皆様明けましておめでとうございます。年越しの瞬間、どうお過ごしになられていましたか？年越しの瞬間、あやさんはどう過ごされてました？あやさん、積んでるアニメを見ながらぼーっとしてたら年が明けてた。わあ、年に一度の瞬間を無意にして。そんなわけで虚無感に襲われているので、そのストレスを下りのライバルにぶつけましょう。いや、それ完全に八つ当たりじゃ。早速新車ディーラー2号です。限界インプの加速も見ましたので、それも参考に選んでいきます。三菱アーラネボ。でも新車のエボってまだ解禁されてないんじゃ。はい、8代目のギャランです。なんでこう固くなに王道を外れようと努力するのか。もともとはラリーベースとしても有名な車でしたから、ランエボが登場して取って代わられましたけど、カイドウ1にはそのラリーベースとして栄えていた先々代のモデルが収録されています。ついでに同世代のブルーバードもあるので、好きな方はぜひ。カルタスやスイフトほどじゃなくともダーイブマニアックですよね。350馬力、トルクが 49.5kg、 図らずも前回のインプとほぼ同じのスペックになりました。あのインプに2D に肉薄と思いましたが、6気筒で排気量も 300cc 上な恩恵ですかね。中型セダンな性もあって、インプより 250kg 重いのが気がかりですね。でもまあ上りより下りの方がライバルは弱いというのを箱根で学びましたし、大丈夫でしょう。というわけで春名下り、攻略していきますよ。春名下り、ライバルリストはこちら。配置されているチーム数が多く、その上各チームともメンバーがそこそこいます。人数が多く見えるのはそのせいでしょうね。でもチームメンバーは全て SP での対戦ですから、自動で連戦ですし、攻略は楽に感じますね。ポルノ鈴木、首都高のワンダラーとして流し出ているであろうライバル、ここではシビックなんですね。ノーティーライナー、最近走る方に時間が割けないらしい。なんかこんな設定のライバルすごい既視感あります。スクラッチ、速さより見せることが第一、峠ならではのライバルって感じですね。サンター型のモーグー、普段乗っている外車というのは後に登場するバイパーでしょう。それかランボルギーニ。テールクラッカー、タイヤが減りにくいとの理由で雨の日のみに現れるライバル。ピーキーな AW でフルタイヤ、雨の夜の峠とか怖すぎません。ケイム、勝つためには手段を選ばないタイプ。当時だと安くハイパワーな部類であったであろうギャランという選択が絶妙にありそう。失恋ミシュラン、SP バトルで軽自動車が相手、縛りプレイ最中でなければ瞬殺できるでしょう。ミステリーカウンター、とにかく先行して有利な展開に持っていくのが戦術らしい。それなのに CATA でバトルという噛み合わなさ。オーバーウェイト、そういえば GTO って使ったことないなと思ったら、攻略本には未掲載でどうやらアンプレイアブルカーとのこと。春名の先行、スカイライン以外の RD 搭載車が欲しくてセフィーロを選んだらしい。なかなかマニアックでいいですね。サード、ここで初の車体をかけたバトルになります。ちなみに今が何周目かはステータス画面より確認可能です。リトラクタブルの教習、実践経験不足の理論派、重量級のスープラを選んだ理由はなんとなく硬い感でなのかもしれません。FR シント2号、4区に馴染めず FR に乗り換えたらしい。やっぱりユーリフリーゼンに得て増えてがありますからね。ヘビーウェイトパワー、スタリオンの重さに手を焼いているとのことですが、2003年の基準でもスタリオンってそこまで重くない気がする。ここよりチームの紹介、まずはスパイラルスパイダース、メーカーや駆動形式もバラバラ、特徴がないと紹介する要素も見当たらないです。チーム内ですでに6連星神と遠結び偏愛者が混在しているとか、なぜこの辺を適当に振り分けたのかなぁと疑問に思ったり。赤い軽自動車によるチーム、ギリギリギャルズ、ベース車両の性能が物を言う、ここでは弱小チームですが、特徴がある分イメージには残りやすいです。それとスペックを見る限り結構ハードな改造を施した車両が多いです。首都高のラットを思い出しますね。アバンギャルドクラブ、こちらもメーカー、ボディタイプともにバラバラで特徴のないチーム、リアルといえばリアルなのかもしれない。メンバーは最多タイの5名、一人一人 SP 形式でのバトルなので時間は意外とかかります。これにて通常ライバル、トリッカー、チームの討伐は完了、スラッシャー攻略いきますよ。春名ガーディアン1号、春名下りのボスはかつての三菱のラリーマシン、ギャランオカルシュゴシン。スラッシャー、エリアボスという扱いですが、プロフィールによると峠の自警団の団員らしい、なんなら一つ前に2号が登場しています。そのせいかなんとなく唯一無二感が薄いのも否めません、エリアボスくらい個性の塊にして欲しかった。
春菜ガーディアン1号線、行ってみましょうか。パワーの差は70馬力あります。これくらいあるとさすがに出足で負けることはありませんね。そして挙動に関してですが、画面越しではちょっと伝わりにくいと思いますが、前回のインプ22Bと比べアンダー挙動が控えめで圧倒的に乗りやすいです。インプは画面越しでわかるほどアクセル音で外側に向いていましたね。同じ4区のはずなのに。どうせなら晴れにしておけばもっと攻められたのになぁと今になって反省。視界は悪いし滑るしでだいぶロスしています。レインタイヤでも滑るものは滑るんですよねー。そのあたりインプは雨でも全然怖い展開になりませんでしたし、あやや、探り探りで走っていたらどつかれました。おまけに押し出されてブロック目には目をざくらえ。元気の AI 相手にクリーンなバトルは心がけるだけ無駄です。道はこじ開ける勢いで臨みましょう。コーナー脱出速度はギャランの方が速いと思いますが、立ち上がった後の加速はインプの方が速かったかも。確かに後ろが離れていきませんね。それでコーナーは攻めきれないんだから抜かれもしますよ。こっちが流されるのを恐れながら走ってるところを晴れと同じような勢いで突っ込んできますからね。 AI に天気の概念はあるのでしょうか。システム面に関しては全く信用できませんね。流れている間に再び追いつかれてしまいました。この先速度の乗らない区間ですし決着までもう少しかかりそう。意外と苦戦してますね。プレイ時は箱根と同じく1分以内で片付けられると思ったんですけど、 1.5 トンの車重が効いてるのかもしれませんね。やっぱりラネゴの方が良かったんじゃないですか。さて、相手の SP も残りわずか、そろそろ決着つきそうです。まだ真後ろにいますからね、気を抜かないように。突き当たりのヘアピンを抑え切ることができれば。止まらない。おまけに後ろからまた押されたし、インから来やがったな。今度は行かせませんよ。パワーこそが正義。これにて春菜エリア攻略完了です。なんだかんだ難易度はそこまで高く感じませんでしたね。この先一気に上がっていくのかな。まあそうですね。あ、というわけで春菜が終わりました。次回より新エリアを攻略していきます。車のサイド入れ替えですか。何を使おうかまた考えちゃいますねー。更新時期は不明です。まだ収録もしていないのでどうなることやら。今月中には更新しないとですね。遅いって苦情きますよ。そんな簡単に一本作れたらさっさと更新してますよ。とまあこんなところで、愚痴ばっかり続いてしまいそうなので切り上げましょう。次に何を選ぶか、また予想してみてくださいね。ではお疲れ様でした。